ウィリアム・H・メイシーは、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身の俳優、脚本家、舞台監督である。映画をはじめ、舞台やテレビでも活躍し、演出や脚本も手掛けている。当初は獣医を志していたが、学生演劇への出演がきっかけで役者になることを決意する。ネイバーフッドプレイハウスとデビッド・マメットの下で演技を学び、その後マメットと共に1985年にアトランティックシティカンパニーを設立。舞台で活躍している。現在ではニューヨークの大学で演技の講師もしている。ER 緊急救命室にデビッド・モーゲンスタン医師役で第4シーズンまでゲスト出演、ファーゴで妻の誘拐を偽装しようとしたものの、計画が狂って、おろおろする情けない主人公を演じ、アカデミー賞助演男優賞にノミネートされた。2002年には、テレビ映画、ドア・トゥ・ドア、バックに愛と真心を、で、エミー賞主演男優賞と、脚本賞を受賞している。2012年、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに星を授与された。マメット監督作品、週末は、マフィアと、で共演した女優のフェリシティ・ハフマンと1997年に結婚。二人の娘がいる。日本語吹き替えは納屋六郎が主に担当している。ありがとうございます。